気仙沼市では、1か月の電気代が 180, 円180万円も増加した水産加工会社があります。商品を値上げしないと経営が成り立たない状態ですが、買い控えなどを懸念し、踏み切れない状況で、対応に苦慮しているということです。気仙沼港に水揚げされた新鮮な海産物で、缶詰やレトルト製品を作っている水産加工会社、気仙沼ホテです。 電気代がつですね、月だいたい百八十万ぐらいのコストアップになってます。コンベアですよね。あと空調設備、レトルトパウチをにあの袋に詰めるシールする機械があるんですけど、そういったのも電気だしね。こちらの会社では段ボールなど梱包資材の価格高騰を受けて去年九月に。 缶詰やレトルト製品の価格を八パーセントから十パーセント値上げしました。しかしその後、電気料金が大幅に上がったことで。再び厳しい経営を迫られているということです。昨年度の電気料金は一年でおよそ四千万円でしたが。このままいけば、今年度は六千万円と。一点五倍に跳ね上がる見込みです。経営は成り立たない状況ですが。 た多分そうなると私らのような商品は、また買い控えが起きるとです、ね、今度は売り上げ全体が落ってしまいますんで、なかなかできないんじゃないかなというふうに思ってます。 値上げが難しい中、こちらの会社では、原材料を安く仕入れられる取引先に変更したり、製造ラインの稼働の効率化を図るなどし、対応していきたいと話していました。